はーい、皆さんどうも B1 です。というわけで今回は5年目4月西武戦からやっていきます。いや、ボコボコに打って打っていきましょう。ここまで打率は2割9分5厘、ホームラン1本で打点は11打点となってますね。開幕の1ヶ月はちょっと3割乗らない感じに乗りたいね。200安打も打っていかないとダメですから、この打率では200安打打てないよ。もっとボコスかパカスか打っていこう。なお、追い込まれたいきなり得点圏か、勘弁。なあマジで笑いしか出てこねえよ、笑いしか。もう今の嫉妬なんかもうボーナスだよ、ボーナス。菊池雄星からの誕生日プレゼントだよね。これ誕生日でもないけどマジで今のは絶対に打たないとダメでしょ。ダメ、打てない。俺は何をするんだ。菊池雄星、もう一度だけ誕生日プレゼントください。誕生日でも何でもないんだけどね、ください、プレゼントを。ダメ、違う、スライダーじゃない、追い込まないで、ツーストライクじゃないか、打たしてくれ。よし、スタミナはないね、もう球威はない。どの真ん中に一発来いや、今季2号打ったるで。来るか、この辺に来てくれたらもう最高、理想だけどね。ただうわー、これも、まあ、スライダーの失投だよね。思ったよりも低かった。いかん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 、1試合目から盛大にやらかしてるぞ。おいおいおい、打たないとダメなんですよ。今季は200安打絶対に達成していくつもりだからね。5番バッターに200安打っていうのもおかしな話だけどね。それなら1番で使ってくれよっていう、頼んますよ。無理でしょ、どう考えても無理だわ。考えてほしいわ。無能すぎるんだよな、あのオーナー。ここは打ち上げて4打数0安打。最後来るか、よし来てくれた。とりあえず1本、1本だけでもいいから打たせてくれ。ボール、まずアウトコース低め。4月ですけど、まだ開幕して1ヶ月、3割乗せたいもん。どうだ、打ち損じた打球、サード、内野安打はない、ショートが取ってればあったかな。はい、5打数無安打、1戦目からクソですよ、クソそのものですよ、本当に。死んでしまえばいいのにな。全く打てない、チャンスで凡退、ありがとうございます。はぁ、チームも負け。ちょっとね、オリックスこの4年間はかなり強かったんですが、この5年目弱体化しましたね。もう今季はリーグ優勝はないんじゃないかというくらいちょっと弱くなってるからね。ここまでの順位ちょっと見ていこうかな。ここまでの順位は現在リーグ4位ですね。1対6ゲーム差。まあ弱体化した方がいいよ。強すぎたからね。むしろ強すぎたんだ。毎回リーグ優勝してたからね、何の面白みもなかったですから。ここからピーマンが活躍したオリックスをリーグ優勝に導いていきます。はい、やってまいりました。セブン2戦目でございますよ。1戦目は5打数0安打。全く打てなかった。しかしここでは打つんですよ。岸。いいピッチャーなのは分かるが、6打席連続で凡退するのは勘弁願いたい。まずはヒット1本、ホームラン1本打っていかないと。うわー、外のクソボール手出すかね。釣られた。釣られました。えい、チェンジアップ。見ていくぜ、ベイベー。カウント1ボール、2ストライク。第4球を投げました。えい、チェンジアップ2球連続。振らないぜ、ベイベー。振るわけないでしょ。振ると思ったか、思ったんだよね。はい、これも見ていく。ゆるゆるじゃないか、そんな球。振らないよ、いい。投げました。ほい、どうだ、落ちてくれ、落ちてくれ、頼む。センターへ飛んだ。掴んで、はー、落ちない。完全落ちる流れのやつでしょ。取る必要性ってないから、やめて、取らないで。ダメ、打率落としまくってる。2割7分4厘。ここはよく選びました。アウトランナー2塁1塁、得点圏。投げた、直球ストライク低め。打てない、打てない。第3球を投げた、ボール、バッターよく 見て、ボール、2ボール1ストライク。バッティングカウント、投げた、いや、入ってる、入ってるね、余裕で入ってるね。投げた、あー、無理やり打ちに行った、頼む、ファールゾーンに入れ。はあ、もうなんだこれ、究極的なスランプ全くヒットが出る気配がないね。なぜだ、急に打てなくなったぞ。まあ、今ちょっとプロスピもねやってて、 MLB のゲームもやってるんでね、ちょっと最近パープルあまりしてなかったんで、久々プレイしたせいでちょっとスランプモード入ってる。いかん、これも打てない。絶対打てる球なんだよな、今の球とかは結構得意な球、それすらも凡退。もう一発狙いに行こう。うーわ、
ありえないね、もう。何今の。絶対にホームラン級じゃん。もう岸からのプレゼントだよ。はい、どうぞホームラン打ってくださいっていう球だよね。それすらも俺は、バットに当てれないのか。第3球を投げました。もう死にたくなってきたんですけど、自分の下噛んで死にましょうか。ほい、来た。ありがとうございます、岸。今季2号目。いただきました。岸からのプレゼントだ。ごめんね。1球目打てなくて。わかりやすい1球目打てなくてごめん。しかしここでは打ったんだ。許してくれよ。さて、もう1本いこうかな。今季3号目あってもいいんじゃないでしょうか。前年はホームラン12本打ちましたからね。まあ、今季はそれを超えたいよね。15、20いきたい。当たってるよね。神当たっとるわ。お前ふざけんな。アフロや、ね、神も体の一部やろ。次が4球目。追い込まれた。ここはミート打ちだね。次が5球目。イエーイ、ボール、いいぞ。カウントは3ボール2ストライク。フルカウント。さあ、ラストボール投げた。うん、なんとか出た。切れろ切れろ。よーし、切れた。ありがとう、ナイス。おう、投球これから7球目。これもファールだ。粘るね。ファーボールでもいいけどね。ここは選んでファーボール。よし、ちょっと1試合目情けないとこを見せてしまいましたが、ここは、この試合は騎士の失投を打って今季2号目とファーボール選びました。いや、もうあれはね、打たないと。騎士くんがくれたプレゼントですからね。あれ打たないと岸くんに申し訳ないから。さーて、今回で西武戦は最後になりますよ。またまた、またまたたくさん打っていきましょう。山口か、西武とかいう投手王国。横浜にいた山口が、西武にいるね。岸もいて、山口もいて。すごいね。しかし打ちますよ。いいピッチャーから打つヒットというのは気持ちいいですからね。快感を得ることができる。選ぶのもいいぞ。出塁率、この5年目も4割いきたいね。前年は4割、今日あった、4割超えてたからね。出塁率高い選手というのは魅力的だ。おお、どうだ。落ちるか、落ちてくれ、頼む。落ちろ落ちろ落ちろ、えい、落ちました。ほう、補填ヒットだね。イエスイエスイエス。200安打を俺は必ず打つんだ。そう決めてるんだ。投げました。エイボール、初球外れても絶対にね。第2球投げました。ファール。もうだからね、今季はもうミート打ち、ほとんどミート打ちで、あまりホームラン狙わない。確実に打てる時とか狙える時に打つ。敵のスタミナがない時とかね、そういう時は強振でいくけど、基本はミートだ。が、今日は1安打のみ。2本打ちたいな。5番バッターで200ですからね。かなりのペースでヒットを量産していかないと難しい。前年みたいにフォアボール80個も選んでる暇ないからね。フォアボールを犠牲にしてまでもちょっとヒット狙いでやっていくのがいいかもしれない。1番で使ってほしいんだよな。俺は5番バッターじゃねえんだ。5番適性は持ってないぞ。チャンスで打てないやつ5番置いてどうすんだよ。監督バカだ。抜けろ。あー、サムラー。いやー、サムラー、マジで。もうヒットでいいでしょ。なぜヒットにしてくれないのか。取る必要性でないから。そう、もっと右に行ってたらね、もっと引っ張れてたら、浅村も取れなかったかな。あれはまあ取られる、しゃあないね。くっそー、あそこは絶対ヒットがよろしいんだ。OK、彼女とデートを行こう。彼女じゃないけどね。あ、違う、別のやつだ。長谷川智美じゃねえか。違う違う違う。今日はどうされた？うん、違う違う違う。浮気してるつもりないから、俺の彼女はイスズだ、イスズなんですよ。OK、今回から千葉ロッテ3連戦ですね。うん。やっていきましょうよ。ボコボコに打っていきましょう。ピーマンまたも5番だから1番で使えて、5番適性持ってないっちゅうのにね。こんなゴミクズ5番に置いたら負けるわ。空チームも負けるよね。他にいいバッターたくさんいるんだから。プロ野球もね、開幕してもうそろそろ1ヶ月くらい経ちますかね。あとちょっとで1週間なんですけど、1ヶ月なんですけど。いや、波乱の展開続いてますね。前評判が高かった男気黒田が率いる広島はリーグドベで、ちょっと前評判の低かった中日が現在リーグ2位ですか。ヤクルトが現在リーグ1位というね。まあまだ4月ですので、これは何とも言えませんがね、シーズン終わった時にどのような順位になってるかわからないんだが、ちょっと広島が本当に弱いね。打撃陣があかんすぎる。特に丸がひどいね。丸はもっと打たないと。丸に火がついたらいいかもしれない。
第3球を投げましたね、打ちました、うん、打撃陣が今のところダメだからね、そう援護できてないから、これで、うん、黒田だったり、黒田は結構援護されてるんだけど、その他のピッチャーね、助けてあげて、第9球ピッチャー陣がかわいそうだよ、広島陣の、毎回見てて思うわ、あ、かわいそうだって第球投げましたね、まあ、広島は打撃陣が火をつけばかなり強いチームになると思いますが、いつつくのかはわからない、つけばリーグ優勝も普通にあるでしょう、投手陣を考えればね、ただそれはなかなか難しいですけどね、今年はリーグ優勝またまた巨人がもらってもよろしいでしょうかね、もらっちゃいますよ、巨人弱えなと思ったんだけどやっぱ強かったね、現在リーグ3位ですからね、動画撮影日本日4月の19日現在3位といいところをつけてますからね、ちょっと開幕してから1週間2週間ではな、ダメだ今日はダメ、もう今年はダメって思ってたんだけど、強い、あとセベダ早くヒット打ってくれお前いつまでヒット打たねん、打たへんねん、君がね、セベダがいい人っていうのは分かるんですよ、見てて、あ、ものすごくこの人いい人なんだろう、純粋でいい人なんだろうって分かるけど、セベダは野球選手ですから、ね、どんなに性格が良くても打たない選手はいらないんですよ、ね、打って性格悪い選手と打たなくて性格いい選手なら打って性格悪い選手の方がいいでしょ、ね、お願いしますよ、はい、ここは1安打もらいました、チームは3対0、金子千尋とかいうね、もう最強ピッチャーですよ、今やってるね、二軍ペナント実況の方にね、我がチーム入団しましたから、FA で来てくれましたよ、もうね、二軍ペナント実況も今年は優勝ですよ、現在4年目ですか、まあ、3年目はね、リーグドベ、リーグ6位か、ドベは回避できたが、リーグ6位だったからね、ただね、もう二軍ペナント実況のチーム、投手に、ダルビッシュ、金子千尋、能見というね、最強ピッチャー3人が来てるんですよ。これでリーグ優勝できなかったら、どないしましょう。まあちょっと不安は残りますけどね、打撃陣がちょっと危ない感じがするんですが、まあそちらの方もね、実況動画毎週月曜日と、金曜日の2つ出してますので、ぜひよかったら見てくださると嬉しいです。その他ね、プロスピだったりも出しとるんでね、いろいろと頑張ってますよ、野球野球野球だ、ほとんど野球ゲームだもっとね他のゲームとかもやっていかないとね、うん、最近ちょっとサッカーゲームの方を購入しようかなと思ってるんで、FIFA ですかね、 FIFA シリーズですか、あっちもやりたいな思ってるんでね、もしかしたら実況動画出すかもしれないね、おお、いきなり得点圏、マジでワンアウトランナー一塁三塁じゃないか、送りなしを考えれば第2球投げました、まあ1点は入るかな、カウントワンボールワンストライク投げました、おいどうだ、これでは浅すぎるか、落ちるか、落ちて落ちて落ちて、イエスイエスイエス、角中とか言う、ありがとう、君では取れない、先に言っとく、君では取れない、イエス、タイムリーヒットいただきました、んー、よかった、取られてもおかしくない球だったけどね、まあ、角中のまあミスではないですよね、ミスなのかな、結果はエラーではないですから、記録上はエラーではないですからね、ただ角中によって助けられましたね、ああいう打球っていうのは大抵が取られるんですかね、おお、どうだこの打球、いけいけ、頭越えろ、はあ、越えないか、あと一伸び二伸びだね、スタンドまではやはり今のパワーではなかなか届かない、わお、また得点圏、うわー、もう失投じゃないか、自分でビンタしてる、痛い、もうフォークの失投を捉えれないと、タッチ感ちょっと低かったのは分からんでもないが、ダメだね、あそこできっちり決めるやつがレジェンドなんですよ、決めれないやつはゴミだ、流しただけ、これゲッツーだね、わかる、いやゲッツーは免れてない、ゲッツーだ、もう一本打ってもね、ヒット一本打ってもゲッツー打つやつはいらないんですよ、おお、ここでは打つ、うわー、初球打った、バカ野郎、どうだ、アウト、はぁ、死ねー、死ね死ねー、死ね死ねー、やらかしてる、盛大にやらかしてる、助けて、打てる気配がない、どうしましょう、助けて、死にたくなってきたな、5打数1安打1打点、あ、監督褒めてくれた、ありがとう、まさか褒めてくれるとは思わなかったわ、ね、大抵こういう場合けなされるんだけどね、いやお前ヒット1本打ったから調子乗んない、ゲッツー打っとんねんって言われるんですけど、ここはちょっと褒めてくれたね、ありがたい、よっしゃデートだデート、うん、電話しようか、いすずちゃん、私の本命はいすずちゃんですから、他のビッチどもには浮気しないんだ、なーにー、無視された、わーおー、あいつもビッチだった、取り込んでる、何が取り込んでるんだよ、何を取り込んでるんだよバカ野郎、自分のあそこの誰かのあそこを取り込んでるんじゃないのかい、違うのか、そうだよね、そうって言ってよ、
そうって言わないで。いやー、電話したがまさかの立て込んでるって。別にちょっと言って話せるくらいいいでしょ。それなら取らなくてよかったわ。無視される方がよかったわね。えよくわからない。 OK、 じゃあ今回はこれにて最後にしたいと思います。最後ロッテ戦でね、今季3号そしてヒットバカすか、全打席出塁いいんじゃないでしょうか。やっていこうか。難しい話ではない。ちょっと今回の実況であまり打ててないからね、打率も下げまくってる。2割9分5厘あったんだけどね、2割9分5厘あった打率が2割並ぶか。今季も3割いきたいからね。よし来た。うわー、ツーアウト。うわー、ダルビッシュじゃないか。よし来た。よーっしゃ、初球スローカーブ捉えてタイムリーヒット。これで2試合連続打点を上げてもるね。よし、ダルビッシュを捉えることができたよ。完璧。ほい、これも、これも落ちて、落ちて、落ちて。うわー、ライトライナーか。落ちてほしかったよ。お、ダルビッシュ混乱しとるね。大丈夫かい？パープロのダルビッシュはめちゃくちゃ弱いからね。なぜかめちゃくちゃ弱いんだよな。もっと強く、能力強くしてあげてもいいと思うんだけどね。ほんと弱いから。さてこい。えい、ボール、いいぞ。ファーボールでもいい。よーし、どうだ、落ちてくれ、落ちてくれ。うわー、そこに落ちるなよ。フェアゾーンに落ちろってことだよ。投げました。打った。うーん、粘るね。フルカウント。第7球を投げました。イエス。うわー、バットの際の際だ。ダメ、ここでも打てず。あと1本欲しいんだけどね、マルチヒット。おー、ピッチャー、あ、まだダルビッシュか。44投げた。チーム44か。ダルビッシュを打ち崩せ。投げた。さっきはスローカーブを打ってのタイムリーだからね。第3球を投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。わー、スプリットだ。やられた。アウト。今日は1安打かな。チームはどうだ。あー、負けた。ダルビッシュに対して1安打。1打点。まあいいんじゃないでしょうか。悔しいな。打てる球ちらほら来てたからね。スローカーブに狙いを絞って打ちに行くのが正解だったかもしれない。ダルビッシュ今季4勝目を挙げましたね。 OK、 じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。次回は5月の交流戦をプレイしていくので、もしよかったらまた見てくれよな。じゃあバイバイ、また。あもももん。